出前感という場合っの仕事どう思いますか何か自分の事業やりながら。 だだったらありだと思いますんといや自分の事業をやりながらウーバーイーツや出前館をやるのはやめたほうがいいですよ全くやめたほうがよくてそんなことやる暇だったら自分の事業やったほうがよくないですかあの時間効率的にも生産性的にもウーバーイーツと出前館の仕事自体は今、えー、トレンドの仕事なんで、まあ、お金を稼ぐっていう意味では貯金をするっていう意味では1つの選択肢としてはいいと思いますただ、えーとね、皆さんウーバーイーツに行くんですけど今って出前館のほうが報酬高いんですよ。 報酬高いんですよ。出前館の戦略として、えー、と今、えー、と結局ウ、e、ーバーイーツと出前館ってライバル関係にあるんで、えー、とまず1、えー、つ争う部分としては、えー、レストランの数レストランの数、えー、そのサービスを提供してくれる飲食店の数ここがまず戦ってますよね競争してますよね競争してますとでウーバーイーツの方が強いです次に必要な資源というのが人材なんですよドライバーなんですよ ドライバーなんですよ人って有限なんでウーバーイーツで働いてる人出前館で働いてる人あのそ,そのパイは一定数しかないんですよそれを取り合ってるんですよね、うん、なのでその、えー、とごめんなさい出前館がウーバーイーツに勝つには賃金を上げるしかないお金を高く払うしかないっていうことになって出前館はウーバーイーツよりも高い給料を給料というか報酬を払うようになりました。<laughs> なので、これからね、そのフードデリバリーのサービスをで、なんかこう、働く、まあ、配送して働きたい人は、僕は出前館やった方がいいと思います。その方が儲かるんじゃないですかね。で、会社的にそういう戦略なんで、今は出前館の方がいいと思います。なので、いろいろね、いろいろ調べてやった方がいいですよ、何事も。うん。何事も、ね、調べてやった方がいいし、 えーとウーバーイーツの問題点は結局ね、あのーまあ、取り扱いのレス飲食店が多い分内容の精査効率の精査が追いついてないんですよだから頼んだらすげえんかおいしくないような、えー、全然写真と違うじゃんってものを届いたりとかいろんな問題あるんですけど出前感ってあくまでそのもともとはその、えー、配達員とかを雇ってやるウーバーイーツスタイルではなくて、えー、結局その出前出前なんでそのお店の人が出前をする。 ドライバーをすするっっていう仕組みだったんですよね今みたいに誰かが配達員がいてなんか配達するみたいな仕組みって Uber Eats が作ったんですよだから出前館ってそもそも前提として出前のクオリティが高いって言われてます味のクオリティが元もな何でかっていうともともと出前を出前その店舗が出前を自分でえとあったかいうちに届けるような技術を持った出前に 適用した飲食店しか取り扱ってなかったから出前かの方が美味しいって言われてるんでウーバーイーツの方がその、ね、競争っていう意味では圧倒的に勝ってるかもしれないけど出前かも悪くないんじゃないかなと思ってますウーバーイーツはなんかいきなりキャンセルされたりとかちょっと安定感ないですよねうん出前か美咲さんが使いますかえ使いませんウーバーイーツも使いません太るんで使いません太ります消しましただからあの夜中に食べちゃうんで消しました E